コードが強いと最高だけどな。結構音広いもんね。だからな。これいい加減変えてほしいな。これぐらいは、やばいでしょ。これぐらいは俺買ってきてからプレゼントしようかな。これちょっと、あれだって前結構新しくなかった？もう1年経ってるんで。マジ？それなりに。あ、前自分が持っとくか。ああ、これどこに売ってんの？あの普通のオーディオやオーディオとか行ったら売ってると思う。そうだね。マイスポンジ？そうですね。あった方がいいかもしれんね。リッキー、チカのレッツ深呼吸。皆様こんばんは。はい、こんばんは。12月22日、火曜日の6時を回りました。うん。ね、すっかり沖縄も全国的にもね、先週から冷え込んでますけど、うん。まあツイキャスをご覧の方はご覧の通り、ちょっとクリスマスのね、クリスマスモードに雰囲気を醸し出してます。はい、オンをするの忘れてました。はい、で、まあでもね、あさってクリスマスイブなんですけど、あさってか、うん、ちょっとはね、寒さが緩んで、うん、暖かくはなるらしいんですけど、ね、なんか言ってましたよね。ただ、年末年始は、うん、かなり冷え込むっていうもう予報出てますね。あ、そうなんだ。相当冷え込むような予報が出てます。ニュースで見てたけどね、全国的にドカ雪、うん、半端じゃないね。うーん、一晩で1メーターぐらい積もってさ、やばいですよね。もう車は壊れるわ、うん、家は倒壊するわ、うん、だってあれ雪の重みってすごいからね。もう降ろさないといけないでしょ。そうそう、何時間に1回とか、うん、だけど一晩にあんなに積もるからさ、あ、大変。そうだね。だって高速道路の渋滞も見たでしょ。見た見た、ね、何千台っても渋滞して、うーん、あれ下手したら死ぬよ。危ないよね。もう自衛隊がいたからこそ命助かってんだけどさ、うーん、想像してごらん、ああいう風に閉じ込められてるのだね。本当にきつい。本当にきつい。例えばもうガソリンが少なかったりとかさ、うん、で暖房つけないと寒いじゃん。やばいやばいやばい無理で、トイレ行かんといけないじゃん、うん、あれ最長でどのぐらいかな、30、40時間ぐらい立ち往生というか。40時間、うん、ずっと、もう一番長い人だよ。40時間ってもうやばいさ。だからトイレ行かんといけないでしょ。2日間もう丸2日近くね。怖い。あ、ニュース見てない？じゃあ見たけど40時間って言ってたっけ。うん、すっごい。だから一番長い人でね、そのぐらい、うん、早めに助けられた人もいるけど、うんうん、だから自衛隊もガソリンタンクいっぱい持ってきたり、うん、パンとかおにぎりね、窓から補給したりとかしてたけど、はい、あれはね、本当にね、きついよ、うん、で近くのサービスエリアまでって言っても何キロかあるけど、うん、歩いてトイレ行くとかさ、うん、あれは本当にきつい。ちょっとね、想像絶するっていうか。男性ならまだね、女性はきついよ。きついね、余計に。本当にさ、男性はもうペットボトルがあったらそのままジャーってやればね。ペットボトル。あ、昔いたよそういう人が。マジか。台湾旅行行ってね、高速道路乗ってて、もうお酒も飲んでるじゃん、うんうん、貸し切りバスの中で、うん、それでもうトイレ我慢できないって言ってから、後ろから一番後ろの席行ってから、うん、でっかいペットボトルにジョロジョロジョロって聞こえるようにしたこと。やめてくれよって感じ。いいな、男の人は便利だな。いやでもね、本当に笑い事じゃなく大変なね、うん、このドカ雪で、それが、年末年始にまたね、大寒波とともに大雪の、可能性があるということで、うん、ちょっと心配なんですけど、
ただもう皆さんご存知のようにね、12月28日から1月の11日までは、うん、もう GoTo も、一時中断、うん、もう各家庭でね、あの静かなあの正月を過ごしてくださいということになってますので、はい、僕も昨日親戚中に電話して、うん、なめめ自分の家で正月過ごしましょうねということでね、なめめそれぞれね、うんうん、でもちゃっかり追い込めいことかはお年玉はもらいに行きますみたいな来るんだ玄関越しそうソーシャルディスタンス倒しながらなんかなんか棒かなんかの先にあげるじゃないそこまでいやいやそれジョークだけどいやね、いや子供たちにとってみればさ、まあね、これが楽しみだもん、うん、正月ってさ、そういうことなんだよね。うん、いやでもこういう、まあコロナのニュースはもう毎日のようにね、うん、耳たこぐらい聞いてますけど、やっぱりねこの番組でも何度も言ってるように、うん、メディアがさこの不安を煽りすぎるっていうかさ、どうもなんか違和感感じてしょうがないんだよね、うんうんうん、確かにね、うん、っていうのはやっぱり数字でも出てるんだけど、うん、だいたい毎年っていうかね、うん、去年までの統計で言うと1年間で、亡くなる人の数をまあ各あれなね、死亡の原因のこう分けてみると、うんうん、自殺者が約2万人ぐらい、うん、でヒートショックって言ってね、急に寒いところとか行った時に心臓発作とか、はいはいはい、そういうヒートショックで亡くなる人も意外に多くて1万7千人ぐらいで、年間ね毎年でインフルエンザで亡くなる方が、うん約1万人うんで餅とかねいろんなのを詰まらせて、うんうんうん、窒息死っていうのが年間約8000人うんで新型コロナで亡くなった方現在今日現在で3000人超えましたね、うん、今日 の死者数で、はいはい、3000人超えたんだけど、うん、これはダイヤモンドプリンス号の死者数を入れて3000人になったわけあそうなんだこれおかしいと思う最初の頃さ、うんうんダイヤモンドプリンス号は海外から来て港で着いて入国前とかねそんな感じのあれだったから数字に入れてなかったわけよ当初なんでここに来て数字に入れるかなっていうのはメディアがやっぱりこの不安とか危険さを煽るために数字が足りないと思ってこのダイヤモンドプリンスの死者数も入れたんじゃないかなって思うぐらいまあでも初めは入ってなかったんだもんね入ってなかったいきなりカウントしてさ、うん、それも含めて3000人超えたっていうとこなんだよねだから今日が12月22日なんで、うん、まあ残りあとね、10日弱で、うん、それでももう本当に4000人はいかないし3000ねまあ100人弱ぐらいになるのかな、うん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 、ってことは本当にインフルエンザで毎年ね約1万人亡くなってるっていう、うん、それに対してこのメディアで言ってる、うん、GoTo の、 一時中断とかさ、うん、緊急事態宣言発令してくださいとかっていう、うん、この中にさ、うん、医療崩壊って言ってるじゃんはいはいはいこれはね、うん、自分も不思議に思う おかしくないおかしいと思うだってこれはインフルエンザで毎年1万人亡くなってるってことは、うん毎年医療崩壊してるじゃん、うん、でもインフルエンザのことは上がらないし、うん、だって重症化して亡くなってんだからね、うん、ほとんどの人が、うん、毎年医療崩壊してんじゃないこれ、うん、確かにどうもさ、うん、なんか数字のあやっていうかなんかね確かにこの辺は納得いかんよねなんかね、うん、非常になんかメディアがさ、うん、必要以上に不安をこう煽りってるっていうのが見え見えなんだよね、うんうんうん、まあコロナで、今年ねもう今まで現在に本当に、亡くなられた方は
年齢別でいうと、うん、80代以上の人が約 17%、うん、70代が 7.1%、うんうん、一気に下がるんだけどね、うん、で60代が 2.2%、うん、で50代が 0.45 とかっていう形で、うん、もう 1% 切ってんだよ。うーん、で20代が 0.0075% って、うん、もうわずかな数字なんだけど、でも、ね、これってあれですよね、前も言った通り、うん、なんだろうな、なんか例えば持病とかを持ってたとしても、うん、その時にコロナにかかっていたら、うん、そのもしかしたら病気で死んだかもしれないけど、あ、亡くなってしまったかもしれないけど、うん、その時にコロナに感染してるってなったら、もうコロナで亡くなったっていうことになるんですよね。そういうふうにカウントしてんだろうね、うん、多分ね。だからこれね、多分いろんな、またテレビでの、テレビの中でのこのコメンテーターとかさ、うんうん、評論家っていうのはこれメディアで左右されてるから、うんうん、こういうふうに言ってくださいとかね、うん、こんな進行しますからっていう形でなってると思うわけさ。うん、だから僕今言ったことみたいのは言えないみたいなね、テレビのこの報道の方向性とは違うじゃん、うん、それ言っただけで干されたりするのが今の日本のメディアだからね。なんかな、あったじゃんね、うん、バイデンバイデンって言ってる中で、いやトランプがって言っただけで、うん、テレビ業界からいなくなるとかいましたね。とんでもない世の中だよ本当に。なんだろうな、ここはだらんな本当に日本なのみたいな感じ本当に。うん、いやつまんないよね。だからこのテレビ離れとかさ、うんうんうん、メディア離れする人がどん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 増えてきて、うん、今僕は本当に YouTube で注目してる人なんか、はい、もうアメリカ大統領選挙のことをメインで話してるんだけど、うんうん、まあ、及川幸久さんっていう人なんだけどね、うんうん、YouTube でこの方は、もう、テレビも家にテレビがまずないだし、うん、置いてないって、うんうん、で新聞も全て取ってない、うん、で情報は全てネットか、うん、まあ、アメリカのメディアとかね、はいはいはい、まあ、アメリカのメディアももう多くが、変更メディアなんだけどね、うん、だけど日本みたいにチャンネルが、6つとかね、うん、こんな少なくないわけさ、6つ7つじゃないわけよ、もう何百ってあるからさ。あ、そう、へ、何百、すごい数あるわけ、放送局ね、いろんなメディアが、でその中から抜粋して、うん、これとこれとこれは聞こうみたいなね感じがあるみたいなんだけど、いやこの情報、今情報化社会ってことで情報がすごい溢れてるっていうんだけど、うんうんうん、意外にさ、うん、このちゃんと聞く情報を聞いてなかったりとか、うん、つまらんこう情報だけこう取り入れてる人とかいるからさ、うん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 、ここが大事だと思うんだよね、うんうん、どのチャンネルを、耳にするかとかね、うん、参考にするかとかにもよって、これからの、ね、危機管理ができたり、うんうん、できたりとか、はいはい、っていうことになると思うんで、この辺はね十分なんていうかな、これからの情報化社会の生き方っていうかな、うん、そういう風になると思いますね、まあ、この番組ではそんな感じの話もねちょくちょくしながら、いかにこの情報の波に飲まれないようにね、ちゃんとした情報を得られるようなアドバイスっていうか、そういうのができたらできればなと思いますんで、はい、まあ、今日もねアメリカ大統領選挙のことを中心にですけど、それ以外にもねちょっと時事ネタも踏まえてお話ししたいなと思います、はい、お付き合いください。 FM ギノワンレッツ深呼吸、この放送は阿蘇山の天然水を贅沢にサーバーで飲めるプレミアムウォーター、新しい未来を構築するコンテナハウスメゾコーン、癒しのオルゴール専門店沖縄オルゴールド、陸上の小さな海サンゴ畑、総合建設業で地域に貢献株式会社流星建設、ビアガーデン B サイドの提供でお送りいたします。これ今撮ってるの？撮ってたよ。
だけど、ちゃんと入ってる。なんか喋っといて。何それ何それ、なんか喋っといて。いや、あ、山さんだ、久しぶり。こんばんは。山さん、生きてましたか。ね、大変だよね。本当、北海道。入ってる入ってる。綺麗に入ってますね。入ってる入ってる。いい感じだね。入ってるね、うん、いい感じだね、いい感じ、いい感じ。あ、なんとか行ってますって今さん。お仕事は本当ですかね、なんか。お、いいね。エマさん、あの YouTube もこれ撮ってますからね、これから。今日ちょっと試験的に。お、第一号。エマさん。ちょっと張り切ってるんで。エマさん、第一号。で、撮っていきましょうね。YouTuber を目指します。ちょっとね、YouTuber 目指そうかなと思ってるんだけど、本当北海道大変ですよね。うん、ね。ね。はい、ではお写真失礼します。おお。危ない。危なかった。はい。撮ります。はい。はい。チーズ。はい、ありがとうございます。はい、おやっぱりこれちょっと伸ばしとかって言うね、名前ってね。仕事はないと言っても過言ではありませんかって、エマさん、うん、仕事よ、やっぱそうなんだな。へえ、大変だな。もう一枚いいですか。はい、後ろのライトが白い時に。はい、撮ります。はい、チーズ。OK、まだバッチリです。バッチリ。こっち使いましょう。はい。なんか頭の方クリスマスかなと。確かに。山さん仕事ないんだよね、やっぱりね。北海道今、うん、大変だもんな。いやー、どうしたことやら、もうこのまんま来年もね、年明けも2021年も心配だな。ねえ、どうなるのかな。いやいやいや、人も動かないし、経済が本当にね、疲弊して恐ろしい状況だな。あの年末年始のこの初詣行くじゃん、うん、で沖縄では波の上宮とか、うん、私はこの普天間宮とかあるけど、はい、あの道路ずところ敵屋が並ぶんですよ、うん、例年。あれやらないんですよ。あれゼロになるみたいな。ねえ、あれ、あの雰囲気。いやいや、あの敵屋の人たち、うん、今年全然仕事してないでしょ、うん、もう廃業ですよ、全部。やばいね。ほぼそうでしょう、ね、いや、もうこれだって来年も多分ないはずだしさ、うん、専業でやってたらもう無理でしょ。持たないよね。そうだね。すごく、あの雰囲気がないのも寂しいよね。はい。そっか。だからあのまあ最近のね、あの番組では、ものすごくやっぱり影響が出た業種とかさ、うん、影響なかった業種とかってだいぶ出てる気がさ、うんうんうん、あの年明けも今年2020年の、うん、1月2月からね、うん、このコロナ禍の中で の, その経済の流れとか、うん、いろんなのが相当なんていうかな、もうデータでね、いろんなの出て、うんうん、それに対してまた経済の取り組み方とかさ、うん、いろんなのが出てくると思うんだけどさ、うんうんうん、ものすごい心配だよね。エマさん、ツイキャスですね。父もバーを経営してましたが、うん、今年でお店を閉めて来年からカフェをやるって言ってます。夜のお店では生活できないって言ってました。いや、もう時短営業とかさね、もう10時に閉めなきゃいけないとか、うん、ね。まあ、テレビでもね、うん、居酒屋さんが、昼間のね、あの、ある有名なラーメン屋さんとコラボレーションして、うんうん、それやったところ、すごく売り上げが上がってるっていう、テレビでやってたけどね。
だから、まあ、業種替えも必要だし、いろんな、ね、工夫が必要だよね。だからね、そうですね。新しいなんか、ウイルスもね、ヨーロッパでは、うん、蔓延してきてるって言ってるからね。イギリスのロックダウンっていうか半端じゃないね、あれね。イギリス、もうイギリスへの発着とか全部もうイギリスから の飛行機の受け入れ、あのヨーロッパ全土、ほぼ20カ国ぐらいだったかな、もう受け入れ、アウトみたいな。すごいな。はい、残り10秒で CM 開けます。さらに航空会社はすごいよね。じゃあマイクあげます。ああ、そうな。はい、どうもレッツ深呼吸お届けしています。はい、エマさんも久しぶりですね。ツイキャスコメントありがとうございます。エマさん北海道でね、もう大変な思いしてるんですけど、まあ要請に応じても、支援額が少ないので何の足しにもならないって言ってました。そりゃそうだよ。だから、東京都心とか、まあ、あの辺はね、支援金が恵まれてるって言ってもそれでも、東京都が言ってるこの時短営業とか、そういう、自粛営業には応じられませんっていうところがあるんだよね、意外と。時短要請に応じて30万くらいしか出ませんって30万じゃね、本当に1ヶ月の家賃と人件費でも仕入れとかで飛んじゃうしね、何の足しにもなんだよね。まあ、オープニングでもちょっと話したんですけど、医療崩壊とか、過去最多過去最多っていうこの紛らわしいっていうか、このなんかね、騙しテクニックっていうか、この PCR 検査自体がどん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 毎月のように件数自体が増えてるから、過去最多になることは自然な流れだし、まあね、前はもう本当全然できなかったしね。過去最多過去最多、これ毎日のように聞いてるんだけど、やる人が増えればそれはね、数も増えていくわね。で、年間で死者数が今日もね3000人を超えました。でもう一度言います、3000人超えましたって、もうしつこいんで本当にもう、まあだから医療崩壊って医療崩壊になるから自粛しましょうとかって経済もね首絞めてんだけど、オープニングで話した通り、例年インフルエンザで1万人亡くなってんだよね、約、はい、新型コロナで3000人超え、インフルエンザもインフルエンザに感染した数じゃなくてインフルエンザで亡くなった人が1万人なんだよ。で、今年コロナで亡くなった人が3000人、だインフルエンザも重症化して肺炎を起こして亡くなっていくと思うんだよね、1万人の方が、じゃあ去年一昨年は医療崩壊せんかったんかいみたいな、もう単純にそう思うんだよね。まあね、もう感染者数はもっと多いじゃん、もっと多いってことは、医療関係に全国の病院に行くわけでしょ、インフルエンザかかりましたって言って、その対応もしてるわけじゃん、その中で重症化入院ですねって言って、亡くなっていった方が約1万人、突然家でパッて亡くなる人もいるかもしれないけど、まあ、これもコロナもあったけどさ、いやー、これのどうも納得いかないんだよね、この数字ね。今さんコメント来てますね、もうすでに医療崩壊は起きてますよ、医療崩壊起きてるっていう、まあ確かにね、インフルエンザとコロナとは違って、1人の患者さんに、例えば4人5人つくとかさ、そういう体制になってたりとか、医療の中でね、その感染が起こ
クラスターとか起こらないようにの、うん、いろんなこの動いてる人もいるかもしれないけど、うん、あのまあ、インフルエンザだってね、まあ、確かに予防接種とかもありましたけどさ、うんうん、これだけこの死者数の数も違うし感染者も違うわけだから、うん、うん、このコロナだけで医療崩壊っていうのはなんか僕としては僕の中ではあまり納得いってないっていうところがあるんだよね、うん、まあ、来年もこういう状況はねしばらく来年再来年も続くと思うんだけど、うんうん、あの十分ね警戒しないといけないですね。菅さんも会食したしね、国のトップとしてどういう神経してるのかって感じました、我々には会食するなって言ってたくせにって、うん、確かにねコメントですね。あのエマさんその通り、あのその会食した中で結構有名な人いっぱいいたね、うん、王監督とかさ、うんうんうん、びっくりだよね。ミノモンタもいたんじゃない？いたいたいた。ミノモンタと思ったけど。いやーね、あれはちょっとまずいでしょう。そうだね、うん。行ってからにはね、しかもテレビで言ってるからね。うん、先週ね、先週の16、17、18とあの東京に行ってきたんですけど、うん、あのまあ、報告するとその東京のね新橋に、2泊して。うん、まあ、いつも新橋界隈銀座あたりうろちょろするんだけど、うんうん、まあ、新橋はあのサラリーマンの、まあ、町だからさ、サラリーマンいっぱいいたよ普通に、うん、だけど電車乗ってても山手線乗っててもあのなんか駅周辺とかでも、うん、若干少ないかなっていうか2割減ぐらいかなっていう感じで、うん、あの銀座はね、うん、銀座はまあ平日普通だったせいかやっぱり人は少なくて、うんうんうん、まばらな感じの人が、銀ブラしてた感じかな、うん、お店的にはどうでした？ほとんど開いてました？店はほとんど開いてて、うんうん、ただ、歩いてる人がまばらだから、うん、あの各店の店員スタッフさんはめちゃくちゃ暇そうだったね。うん、暇を持て放して、うんうん、もうぼーっと立ってるような感じの店が多かったね。うん、店の中にこう人がごった返してるっていうのはあまり見かけなかったね。うん、いろんなブランドショップも覗きながら歩いたんだけど、うんうんうん、店内にはあまり人がいないような感じで、うんうん、外がパラパラっていう、確かに平日だからだったっす。かな、あの人気は銀座が少なかったね。うん、渋谷は若い子が結構いて、うん、で、今渋谷の、まあ、熱いスポットって言われてるハチ公前、109のちょっと裏側の方っていうかな、うん、そこにあの宮下パークっていうところがあって、うん、宮下パークをあのちょっと覗いてみたんだけど、そこも結構人いっぱいでしたね。うーん、なんか4階建てになってるのかな、はいはい、の一番屋上の方が、うん、芝生があってすごくこう公園っぽくなっててね、うんうん、なんかあのうーんこの公園って普通地べたにあるじゃん、うんうん、この上にこうビルの上にこう公園がダーッとこう細長くあるんだよね。だからちょっと変わってるなっていう感じ で、うん、で公園の真ん中ら辺にいろんなイベントができるようなスペースがあったり、うん、であのいきなり、砂浜じゃないけど砂のネットで囲われた砂のコートがあるわけ、うんうん、そこではあのビーチサッカーとかビーチバレーとか、うん、あの砂地でやるこのスポーツがあるじゃん、はいはい、ああいうのをやるようなスペースがあったりとかね。うーん、ちゃんとあのボールとかがあの外に出ないように、うん、ネットで上も横も囲われてるような感じでね。うーん、そういうあの砂の地のところがあったり、うんうんうん、あとあのロッククライミングみたいな、あのロッククライミングっていうのかな、うん、あのね、こうよじ登ってくるとか、はい、あれ あの施設があったり、でその下はあの飲食店街なんだよ、うんうんうん、めちゃくちゃもう人いっぱい、うーんだおしゃれな店とかいっぱいあってさ、うん、ちょうどお昼時だったから、はいはい、もう人がいっぱいいて、でその下が、アパレル関係の洋服屋さんとかあって、うーんで1階の方にはめちゃくちゃあのおしゃれな、うん、
レトロなっていうか、なんていうかな、ノスタルジックな感じの、 飲み屋街みたいなのがパッてある。へえ、めっちゃ楽しそう。うん、でそれ